本部が運営するる地下鉄である横浜市電、横浜市エトロリーバスと区別するために、正式名称は、横浜市高速鉄道となっている。営業路線は 53.4km で、2路線40駅。横浜市及びその周辺を事業区域とし、横浜市内11区以外にも他社線との接続のために、神奈川県藤沢市に駅を設置しているほか。 川崎市浅尾区への延伸計画がある。ブルーライングリーンラインの総合指令所が置かれている。ブルーラインの新歯車両基地かつて万代町運輸、指令所、万代町変電所が置かれていた、横浜市教育文化センター、横浜国際高等建設総合機関計画で提案された、市営高速鉄道の新線建設計画横浜市、交通局運輸調査室による、 高速鉄道計画。都市交通審議会答申第9号の横浜及びその周辺における高速鉄道モーズ横浜市六大事業構想で公表された高速鉄道路線計画運輸政策審議会答申第7号の東京県高速鉄道モーズ横浜市営地下鉄の営業路線は1号線、3号線及び4号線である。このうち1号線と3号線の 湘南台駅あざみの駅間は一体的に運行しており、ブルーラインという愛称で呼ばれる。4号線の日吉駅中山駅間は、グリーンラインという愛称で呼ばれる。ブルーライン及びグリーンラインの愛称は、グリーンラインが開業した2008年3月30日から、正式に使用している。ブルーラインブルーラインは、湘南台駅あざみの駅間、4 0 4トルの一体の、 路線として運行している。この総延長距離 40.4km は地下鉄路線としては東京都交通局大江戸線の 40.7km に次いで日本第2位の長さである。さらに、あざみ野駅から小田急電鉄の新百合ヶ丘駅までの延伸構想が存在していたが2030年の実現を目指す計画として横浜 川崎漁師が2019年1月23日に正式に公表した。ブルーラインでは平日の始発から9時まで4号車を女性専用車両としている。女性専用車両は2003年3月24日から施行し同年7月1日に本格導入した。横浜市営地下鉄の車両は全席が優先席であったが、 2013年4月1日より全席優先席ではなくなったため各車両に譲り合いシートを設けた。これに伴い譲り合いシート付近では電源の入った携帯電話の持ち込みを禁止し、それ以外の席は他社と同じようにマナーモードに設定するように促している。車内では携帯電話の電源オフ放送も行っているが、 アナウンスの回数は少なく、車内の掲示も以前より減っているため全く徹底されておらず、実際は非常に多くの乗客が電車内で携帯電話を使用していたことから、2011年7月より順次各車両に携帯電話電源オフエリアを設け、そのエリア以外での通話を除く携帯電話の使用を正式に解禁することになった。2009年に横浜港が 開港150周年を迎えるのを記念して2005年12月から一部の車両の車体を港の情景を描いた絵画でラッピングして運行しており乗客の目を引きつけていた。しかしラッピングの劣化等の理由で2015年7月7日に運転を終了した。運行期間中はラッピング車両の運行予定等の時刻表を 交通局公式サイトに掲載していた。ブルーラインではワンマン運転の実施に向けて2007年1月20日から ATO の運用を開始した。ブルーライン各駅のホームへのホームドアの設置工事を進め2007年9月15日に全駅で稼働を開始した。当初はあざみノ駅から湘南大駅方面に向かって2月より順次運用を開始する予定であったが、 4月開始に変更した。従来、ブルーラインでは、始発と終車を除き発車ベルによる出発指示を実施しておらず、車掌が手笛を推命して、ドアを閉めて発車していたが、ワンマン運転によって車掌が乗務しなくなることから、2007年11月27日より、発車サイン音ンの終日運用を導入した。方向別の区別を明確にするため、 発車サイン音は行き先により異なっている。ブルーラインにおけるワンマン運転は開業35周年となる2007年12月15日より開始した。運転士は運転席のモニターで乗客の情報を確認しドアを開閉する。ワンマン運転の実施により車掌133人分の人件費である約9億円の費用が減り、 ホームドアの維持管理費として年間1億円の費用が増えるため差し引きで約8億円の経費削減になるとした。その一方でホームドアのために駅の壁面の広告が見えにくくなったため広告契約を取りやめる広告主が相次ぎ広告収入減少という新たな問題も生じることとなった。2015年7月18日には 快速運転を開始した。グリーンライングリーンラインは、日吉駅中山駅間、営業距離 13.0km で2008年3月30日に開業した。当初は2007年に開業する予定だったが、日吉駅日吉本町駅の土地収容が難航し、土地収容の手続きを行ったため、開通を1年延期した。グリーンラインについては、開業時より、 ホームドアが稼働しており、ブルーラインと合わせて、横浜市営地下鉄では、ホームドアの設置率が100%となった。グリーンラインでは、開業時から、ワンマン運転と発車サイン音を導入している。ホームドアの開閉音と発車サイン音は、ブルーラインと同じものを使用している。クリップ図上の、22の線は、ブルーラインの延伸部分、23の線は、グリーンラインを延伸して、 横浜環状鉄道とした計画路線図であるブルーラインブルーラインはざみ野駅から川崎市浅尾区の新百りが丘駅までの延伸を予定している。グリーンライン横浜市営地下鉄には横浜環状鉄道の実現に向けた新規路線建設の計画があり2008年に開業したグリーンライン日吉駅中山駅間は横浜環状鉄道の一部として 計画、建設したものである。横浜環状鉄道とは、鶴見駅から、日吉駅、中山駅、二股川駅、東戸塚駅、上大岡駅、根岸駅を経由し、元町、中華街駅へ至り、横浜駅へと接続する CG 上の、鉄道路線計画である。2号線横浜市営地下鉄2号線の計画は、 1966年7月の都市交通審議会答申第9号が発端になっている。10月に可決された横浜市条例昭和41年第65号横浜市交通事業の設置等に関する条例の中で4路線のうちの一つとして2号線の建設が決定した。経路は風浦駅やわた橋横浜駅神奈川。 新町駅の 11.4km である。並行する京急本線の混雑緩和を図るバイパス線として検討していたものの、後に京急が輸送力増強を行ったため建設の必要がなくなったことから、この計画は廃止され、決番になっている。3号線横浜市営地下鉄3号線の計画は、1963年3月に、 横浜市交通局運輸調査室が提出した報告書が発端になっている。その報告書の中で現在のブルーラインの戸塚駅ざみ野駅とほぼ同一経路の戸塚駅上大岡駅横浜駅新横浜駅枝駅の3 2 0トルが提案された。1966年7月の都市交通審議会答申第9号の提案をもとにして 10月に、可決された横浜市条例昭和41年第65号、横浜市交通事業の設置等に関する条例の中で4路線の中の一つとして、3号線の建設が決定した。経路は、本木付近本町桜木町横浜駅、勝田の 19.2km である。1967年3月に、上大岡駅港町、 北幸町山下町の鉄道事業免許を取得した。しかし、神奈川県警察本部庁舎、横浜税関本席庁舎、神奈川県庁本庁舎の前を通る、海岸通りの地盤が予想以上に悪かったため、1973年9月に、港町山下町の区間を、国道133号の下を通る小上町、山下町に変更した。建設大臣には、 小上町県庁、県庁山下町の2区間に分割して、工事施行認可申請を行い、1975年5月9月に認可を取得した。しかし9月と12月に、横浜港湾労組協議会、横浜選手会などの港湾業界から、地下鉄建設工事で、交通渋滞が一層激しくなり、港湾からの貨物輸送に、大きな影響を受けることを懸念し、 工事着手の延期を願う陳情書が提出された。そのため、運輸大臣の建設認可が降りず、小野江町山下町を建設することができなくなった。港湾業界との折衝の結果、工事着手は、首都高速横羽線、山下インターと、山下長津田線の完成後とすることで合意した。なお横浜小野江町については、1976年9月に開業している。 その後、港未来地区の開発が始まり、輸送需要の増加が期待されたことから、1985年7月に、海湯政策審議会答申第7号で、港未来21線が提案された。これにより、1988年に、横浜市議会の全員協議会で、3号線小野江町山下町の建設計画を廃止すべきとの結論に至り、 1990年4月に3号線の鉄道事業免許の廃止が許可され、同日付で横浜高速鉄道に鉄道事業免許が発行された。2004年2月に横浜高速鉄道港未来線が開業した。なお、第2期開業時に関内駅構内に3号線のためのホームを先行して設置しており、関内駅開業までに上、 長屋車両基地の完成が間に合わなかったことから、館内仮建車場として使用していた。現在は1番線を撤去、3番線を回送列車の留置線として使用している。各駅には駅番号を付している。これは2002年に横浜市で決勝戦が行われた 2002FIFA ワールドカップの開催と、 開業30周年に合わせて、横浜市営地下鉄が、日本国内の普通鉄道で、初めて導入したものであるから、長崎電気軌道が導入。この時は、1番の湘南台駅から32番のあざみ野駅まで順に不満した。なお、32という数字は、ワールドカップ出場国と同じ数であることから、ワールドカップ開催期間中は駅ごとに応援する。 国を1カ国ずつ決めて、大会を盛り上げていた。この時導入された、駅番号は、数字だけからなるものであったが、グリーンライン開業時に、A 字の路線記号を合わせて導入した。ブルーライン各駅には B を付け、湘南台駅の B01 から、あざみの駅の B32 まで、グリーンライン各駅には G を付け、中山駅の G01 から、日吉駅の G 店まである。 両線が重なるセンター南駅、センター北駅の二駅では、路線ごとに別の駅番号を付している。横浜市営地下鉄では、4号線の開業に備え、路線相性を検討するため、横浜市営地下鉄路線相性検討部会を設置し、2005年12月26日から2006年2月15日まで、1.34号線の路線相性を一般公募した。 その結果、同年6月15日に1.3号線の愛称をブルーライン、4号線の愛称をグリーンラインとすることを決定した。この愛称は2008年3月30日のグリーンライン開業時から使用しており、路線の名前と電車の車体や駅の案内表示などのカラーリングを揃えている。グリーンライン開業後も、 JR 東日本を除く接続他社の駅の案内サインや接続路線での乗り換え案内では路線名称を使用せず横浜市営地下鉄を使用しているが新横浜駅と中山駅で2路線ともに接続している JR 横浜線では車内放送等で横浜市営地下鉄ブルーライン横浜市営地下鉄グリーンラインと案内されることが多く2014年に 導入された E233 系6000番台の自動放送でもそのように案内されている。2015年には JR 東海道線、横須賀線、湘南新宿ライン、京浜東北線でも横浜市営地下鉄線から横浜市営地下鉄ブルーラインと路線相性も案内されるようになった。これは2015年3月14日に行われた。 ダイヤ改正に伴う放送などのロム更新によるものである。一方、同じく横浜駅と日吉駅で二路線ともに接続している東急東横線では、車内自動放送においては特に区別はされていないと、湘南台駅で二路線ともに接続しているが特に区別せず、いずれも相鉄線と案内している。 1972年12月のブルーライン第一期開業時は、伊勢崎長者町駅の信号呼気所に運転指令所を仮設し、伊勢崎長者町駅、上大岡駅に配置された指令員が駅扱いを行っていた。1973年3月の列車集中制御装置の運用開始に伴い、横浜市交通局が、 大通公園沿いの万代町の土地を取得し、横浜市が、横浜市教育文化センターを建設。1975年5月に、横浜市教育文化センター10階に万代町運転指令所、電力指令所、地下2階に万代町変電所を設置し、運用を開始した。2002年には、新歯車両基地に、運輸指令所と、電気指令所を移転、統合した。 総合指令所を設置した。なお2008年3月のグリーンライン開業時には、総合指令所が、ブルーライングリーンラインを一括管理することとした。ブルーライングリーンラインともに、標準機の路線であるが、終電方法として、ブルーラインは第3機乗方式、グリーンラインは各電車線方式をそれぞれ採用しており、河川電圧。 終電方法が異なるため同じ車両を営業を運転することはない。ブルーラインでもチール車両は異なる車両形式にまたがって車両番号が連番となっている。ブルーラインはすべて6両編成で湘南台寄りが1号車、あざみの寄りが6号車となっている。千の位が形式、百と1の位が編成番号を下一桁が 号車を表す。これは、東洋高速鉄道線型と同様である。グリーンラインで用いる車両は、すべて4両編成で、中山駅寄りを1号車、日吉駅寄りを4号車としている。ただし将来の需要増加を考慮し、車両番号は6両までの増結に対応できるように、している。ブルーライン用の車両は、日本車両製か東急車両製であり、 グリーンライン用の車両は、川崎重工製である。かつて用いられた線型は、日本車両製の他に、川崎重工製、アルナ工機製のものも存在した。工述するように、横浜市営地下鉄は、デザインにも力を入れており、車両も、例外ではなく、ブルーラインの車両の全面形状は、A 段6000系電車のように株が出っ張る、くの字型を採用している。 ブルーラインのホームの乗車予定位置に引かれた青い帯は1000.2000型が到着した時に車体のドア周りに塗られた縦の青い帯と一体化するという凝ったものだった。ブルーラインで用いている警敵の音色は横浜港の汽笛をイメージした粗枝の青ンからなる独特のものである。かつては列車が駅に侵入する際には注意を促すために 必ず警笛を鳴らしていたが、ホームドア導入後は、その必要がなくなったため鳴らすのをやめている。なお、グリーンラインで用いている警笛は、ブルーラインとは異なるものである。1969年11月に、高速鉄道建設技術協議会第2省委員会が設置され、河合昭一をはじめ、デザイナーの竜総理、淡津清エックアン検事 吉原慎一郎らにより、新鮮で洗練された、デザインポリシーが作られた。デザイン性の高い実用的なストリートファニチュアも、設置した。これら著名なデザイナーたちのコラボレーションにより、特に、ブルーライン第1期、第2期開業駅は、駅で入り口から車両に至るまで、非常に衣装性に富んだものに仕上がっており、日本のインダストリアルデザイン界では有名な存在と、 なっている。なおグリーンラインについては、ブルーラインとは、面向きが異なり、ブルーラインのデザインを踏襲しつつも、公共交通機関の車両等に関する、移動等円滑化整備、ガイドラインカラーユニバーサルデザインを採用しており、各駅にステーションカラーにディクカラーガイドの日本の伝統色を採用している。横浜市高速鉄道の商標シンボルマークは、一般公募され、 1971年3月30日に、横浜市中区在住の男性が考案したデザインを採用、制定した。横浜市のイニシャルの Y を、流線型に重ねることで、地下鉄の線路を表現するとともに、明るい青で、高と横浜を象徴させたものとなっている。牧田駅や愚明寺駅などに設置している美しい、曲面のステンレス製水イン機や、 区の字の背もたれサポーター、ステンレスフェースの自動券売機やカプセル式の売店、キオスクボックスなどは、流総理により独創的かつ機能的なデザインに仕上げられている。ブルーラインでは親しまれる駅作りの一環として、22駅にパブリックアートを設置している。案内標識などのサインシステムは、第1期開業の前年の1971年に制定されたもので、 日本の鉄道事業者では、A 段地下鉄の事例が有名であるが、日本初の導入は、横浜市営地下鉄である。色彩計画は、合わず企業氏が、再二システムは、GK インダストリアルデザイン研究所の金子修也が、担当した。ナ子の再二システムは、1976年の第2期、開業時、1989年2008年の、グリーンライン開業時に、 大幅改定されており、その他にも1985年の第3期開業時、2013年にも改定が行われている。特に第1期開通当初は1号線のアクセントカラーである黄色が多用されていたため、現在の印象とは大きく異なる。ただ、ブルーラインでは開業当時の古いサインとその後に改定された新しいサインが併用されていたり、館内駅、 牧田駅のように一部をグリーンラインに準じたサインに更新していたり、戸塚駅のように横浜市公共サインガイドラインに準拠したものに更新するなど新旧のサインが混在しており、現在は完全に統一されていない現状である。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定、同日現在。プリペイドカードとしてマリンカードを販売していたが、 パスモの普及に伴い、2008年2月21日の終電をもって販売を終了し、2010年8月1日以降は、友人改札口で払い戻しのみの取扱いとし、2015年7月31日をもって扱いを終了した。なおパスネットについては2015年3月31日まで自動生産基礎口生産を呼び、 払い戻しを引き続き取り扱っていたが、2015年4月1日以降は、払い戻しのみの取り扱いとなり、これも2018年1月31日に終了した。2013年3月23日から IC 乗車カード全国総合利用サービスも実施されている。横浜市営地下鉄は2002年度に、 開業以来初の営業利益として7億3200万円を計上した。その後、営業利益は2003年度に21億1400万円、2004年度に34億1500万円となっており、2006年度が前年比で減益となったものの、概ね増加基調を維持している。これは地下鉄の開通で人口が増加した。 東北ニュータウンや新横浜といった横浜市北部や、市域南西部では長後街道に沿って、戸塚区や泉区で着実に人口が増加していることが、主な要因として挙げられる。経常損益についても2009年度には1億3300万円の25年ぶりの黒字となり、2000年度の181億8000万円の赤字から大幅に改善してきている。 これは人件費や運営業態の見直し政府系資金の保証金免除繰上げ召喚制度の活用などによる利息の低減が走行した結果となっている2003年に市営交通事業あり方検討委員会が行った答申は厳しいものとされたがこれを着実に実行して経営改善に活かした2009年度決算での収支状況は 営業損益が61億3400万円の黒字、形状損益は1億3300万円の黒字となっている。横浜市営地下鉄では経営改善のため、駅内にコンビニや10分間カット店のキュービーハウスを置くなど、駅中ビジネスを展開している。さらに、駅業務を2004年12月から、京王設備サービスに委託、二千六年度からは、 横浜市交通局協力会にも委託し、ワンマン運転を2007年12月から実施するなど、事業を見直しにより、経営状況の改善に努めている。横浜市営地下鉄では、建設資金とした企業債の残高が2009年度で4961億円となっており、2007年度の5242億円をピークに減少してきている。今後は、 企業債目標年度設定とスケジュール化を行い、毎期にその検証を行っていくことが必要とされている。経営効率の極大化を目指した人件費の見直し、乗車率の増加に向けた沿線地域との連携、沿線人口の増加に向けたた部門や民間との連携、他社鉄道線との駅連絡口の一体化、乗用車と連動した。 パークライドの確立、早急な都市計画道路の整備などを積極的に推進する施策が求められている。ブルーラインは、戸塚エリア、上大岡エリア、伊勢崎町エリア、館内エリア、桜木町、港未来、横浜駅周辺、新横浜エリア、港北ニュータウン、田園都市エリアを接続する唯一の地域、縦断交通であり、 横浜都心や管内の既存市街地から拡幅都心やニュータウンまで接続させることで地域一体化を促進した功績は高く評価される。グリーンラインも港北ニュータウンを軸に東急東横線、目黒線日吉駅と JR 横浜線中山駅を結ぶ。これにより東急田園都市線や JR 横浜線の混雑が緩和されることや港北ニュータウンの さらなる人口増加が期待されており、地域感染街路の整備も含めた基盤整備を行い、さらに商業施設を誘導するなど、集客性を高める必要がある。一方で、横浜市域外郭の郊外は、鉄道網から外れた地域も多く、今後の横浜環状鉄道の延伸への要望も強い。グリーンラインは鶴見より、元町、中華街まで結ぶ計画であり、 そのため、横浜市中期政策で構想された旭区、く、戸塚区、江南区や鶴見区への延伸に向けた財源を確保することが今後の課題とされている。ありがとうございます。